こんばんは、松原美里です。今日も梅チャンネル始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、梅チャンネルは私、保育業界にて講師を担当させていただいております。コミュニケーションや、あとはリーダー育成、そして後輩育成、そして人間関係のいい職場づくりなどをテーマに、保育士さんが輝くことによって、その先にいる子どもや、そして保護者が笑顔になっていく、でそういった循環を作っていきたいなと思って活動しているんですけれども、各地にいろんな場で出会った受講生の方だったり、ご縁をいただいた方がたくさんいるんですが、その方たちとそれっきりで終わってしまうと、その後の交流だったり、どんな風にしてますよっていうのをなかなか交換しにくくなってしまいますので、せっかくならこの後もやり取りを続けていって、また会った時に、あの後こんなことしてますよとか、最近こういうのをすごく大事にしてるんですよとか、いろんなお話ができたらいいなというふうに思いまして、で梅チャンネルという形で今年の3月からニューストリームで配信をしております。今日はその中のテーマ、はい、業務効率化のためにできることという形でお話をしていきます。どうぞよろしくお願いします。はい、で今日のテーマ、この業務効率化のためにできることなんですけれども、これは最近保育の現場でもとっても注目されていることなんですね。はい、もともと私は保育業界に入ったのが20年前、ちょうど20年前になるんですけれども、その頃はですね、どちらかというと保育者はたくさん仕事をしてなんぼ、時間外まで残って仕事をしてなんぼっていうところがあったように思います。私こんなに残って仕事してるんですよっていうのを見せるのも、なんかこうちょっとステータスじゃないんですけれども、あ、すごい、こんなに一生懸命お仕事されてるんですねっていうバロメーターのようにもなっていたりですとかね、あともちろんその子供のためにっていうふうに考えた時に、普通に考えて保育の時間っていうのは、だいたい朝出勤をして、普通班だとしてもですね、8時から5時までっていう勤務の中で、だいたい8時半から4時半まではほぼ保育に入ってるわけです。はい。なので常に子供がいる環境の中で子供に関わっていくっていうのはもちろんのこと、日案、週案、そして月案、そして発達の記録をつけていく、あるいは保護者に連絡ノートを書いていく、あとは他の先生と打ち合わせをしていく、そしてこれから季節を捉えて、今秋ですけれどもね、秋のこの風情だったり感じがこう味わえるような保育のね、取り組みをしていくために、いろいろなこう情報を集めていって、この子たちの、例えば3歳なら3歳のこの子たちの発達に合ったものをどんなもの準備できるだろうかっていうことで一生懸命考えていったりですとかね、あとはじゃあだいたい各クラスでそれぞれ制作をするっていうのが決まってたりするんですけれども、そういう中でもじゃあいつ頃までにどういう準備をしていって、で子どものためにどんな準備を進めていったらいいのかとか、子どもたちの進捗状況を見ながら変えていったりですとかね、結構いろいろ考えることがあるわけですよね。で、そういう日常の保育の他にも、例えば行事ですね。今秋なので、秋これからで言うと、そうですね、運動会ですとかね。そういう運動会これからあるとしたら、じゃあどんな競技をこの子たちにどんな風に教えていって、あるいはどんな風にこう競技を進めていけるような保育をしていくのか、子どもの力を引き出すために、ね、例えば私の1年目の園は鼓笛隊があったんですけれども、鼓笛隊の練習なんかは7月の半ば頃からもうやっていたと思うんですよね、あの暑い時期にですね。はい。で、その進捗状況を先生たちと話し合ったり、あ、ここがちょっと弱いからもっとこう高めていくとか、なんかそういうふうにやり取りをしていく、で子どもと一緒に進めていくっていうのも、すべて
業務の本当は時間の中でやらないといけないんですけれども、まず無理だったので、なので、まあ大体8時5時の出勤だとして、大体みんな7時45分ぐらいから着替えて、で、事務所に入ったり、各クラスに準備に入ったりしてるわけなんですけれども、子供が帰った後からが本番。はい。ここからが、大体5時からが自分の時間。ここからじゃあ、どういう保育雑誌を見て何を作ろうかとか、子供にどんな風に配慮していこうかとか、あるいはそれ以外にも気になる子供がいたり、あとは様々な個性を持っている子供にどういう風に対応していくのかっていうのを担任同士で話をしたりですとかね。そういうのも全部そこから子供が帰った後、シフトから外れた後からが本番っていうような感じになっていましたね。ですので、だいたい6時ぐらいからみんな本気出し始める感じでしたね。だいたい7時ぐらいになって、その日にやることが終わったとしても、ちょっとこう、悪い風習でしたけどね、先輩が帰るまで帰れないっていうやつですね。はい、例えば、うちのクラスは進捗状況を見て、今日ここまでやるって決めたら、ここまで準備もできたし、明日やることも決めたし、準備もしたし、帰れるよと。でも、普通に考えて9時、5時で7時なので帰ろうかなって思う時間なんですけれども、ふっと周りを見ると、先輩たちがまだなんか作り物してたりするわけですよね。で、そうすると、こうなんか、さっと帰ろうっていう風な雰囲気になろうものなら、もう終わったの？終わったんだ。だったらこれ少し手伝ってって。なんていうふうに言われるわけですよね。で、はい、わかりました。やります。なんかやることありますかって言って、やることをね、探し始めるとキリがないわけですよ。で、まあ、早くて8時でしたかね。で、だいたい遅い時ですと、行事の前なんかですとね、だいたいまあ11時。先輩が帰るまで帰れないっていう文化がありましたので、11時頃に家に着いて、もう気づかれでヘトヘトなんですよね。で、そういう中で、バーって倒れて、で、翌朝、早晩となると朝7時半から、ね、こう門開けましたから、その前7時10分とかに園に着くようにってことは6時半までには準備を終えて歩いて出て行ってとか、まあ、そんなような生活をしていましたね。なので、もう正直、保育のクオリティっていう話ではなかったと思います。まず日々を生きるだけで精一杯でした。はい。で、それ、もちろんその、1年目だから、容量が悪かったっていうのもすごくあると思うんですね。なので、まあ、私は2年目以降、児童養護施設に転職をしたわけなんですけれども、そこでも、最初やっぱり記録の書き方だったり、子供の関わり方だったり、容量が悪いので、最初わかんないんですよ。で、例えば、保護者との面談だったり、児童相談所、保護者、そして、私の三者面談だったかな。はい、っていうのがあって、その記録を書く。あとは、自分が担当する子供が、例えば、乳児院から措置されてくる。例えば、家庭から児童相談所を経由して、入ってくるっていうふうになると、自分が担当として立つことになるので、担当になった人は、その子供の生育歴を全部調べるところから、子供が使うものを準備をしたり、テプラで名前を貼ったり、お布団の準備をしたりとか、まあ、いろんなことをその子がこう幸せに暮らせるために準備をしていくわけですよね。で、じゃあ、ね、いつから奈良市で来るんだろうとか、あるいは、なかなかこう、ね、馴染めない中でどういうふうにしていこうかとか、そんなふうに準備をして環境を整えて、まあ、日々保育に入るわけなんですけれども、例えばそうなると、そうですね、児童養護施設の場合はシフト制だったので、例えば早番は6時半から夕方の4時半っていうふうになってるんですけども、朝は早いので、まず来て仕事はできませんでしたけれども、大体こう、子供を寝かしつけて、ちょっと休憩風に
記録を書いて、で4時半になったらここからはこのシフトの枠から外れられる時間だったんですね。でシフトの枠から外れられるってことは、つまりその時間帯に3人必ず、例えば子どもの介助、雑務で、あとはこうなんか掃除だったりとか、なんかそういうのがあって、その必要な3人の枠から外れてフリーに動けるよっていうのが自分のシフト外だったので、そこから自分の担当の子のところに行って、今日どうだったとか、ね、なんか楽しかったねとか、ドキドキしたねとか言ってこうギューってしたりとかね、であとまた一緒にラリーしようねってお話をしたり、他の子たちが膝に乗ってきてみんなで和気あいあいしながらイチャイチャしながらね、なんかそういうイチャイチャタイムを優雅に取れるのも時間外の職員ならではだったんですよ。つまりご褒美タイムだったんです。なので残業どうとかっていう次元ではなくて、イエーイ自由時間っていう私はノリが強かったです。で大体あの子供とイチャイチャした後にそこから記録を書き始めたり、児童相談所に提出する書類を作り始めたりとか、あと面談の記録書き残してたところを書いたりですとかね、あと気になる子どもの対応の記録だったり、病院に通院した子、例えばその日風邪が流行っていて3人通院しました、でその3人分、例えばそう当時はね、あの勤務時間外でもギリギリ連れて行ってたんですよ。例えば4時半までの勤務だとしたら、4時過ぎからじゃあ私行ってきますよ、もうあの勤務終わるんでって言って行って、大体帰ってくると5時過ぎとか5時半とかになりますよね。そうするとそこから子どもたちをあの全体の集団に返して病院の記録を書き始めていたので、普通に考えて子どもたちがご飯食べる6時頃に記録書きながら、松原お姉さんご飯食べてくるねって子どもが声かけたんですよ。いいな、お姉さんも食べたいな、お姉さんにもちょうだいあーんとか言いながら、やだよって言って子供が言っちゃうみたいな。で、なんかそういう中で、こうイチャイチャしながらね、こう楽しんでるわけなんですけれども、まあ、結局それもね、あの、今よくよく思うと時間外なんですよ。で、私たちもあの、児童養護って、ほぼ生活と一緒だったので、全くあの、うん、私は時間外とか残業っていう概念を持ったことは、一切なかったんです、当時は、うん、でむしろ時間外に関われることは光栄だし幸せだって思ってました。だから残業って何 What? みたいな感じのところにいましたし、例えば会議も、まあ、通常の職員会議は日中子供が寝てる時間帯とか1時3時とかで行うんですけれども、分科会とかね、私はあの研修担当とか、あと何やってたかな、なんか美化的なものだったりなんかいろいろやってたんですけどね、そういう話し合いって担当の先生たちが泊まりの日だったら夜中空いたりとか、あと夜の10時までの勤務の後に空くんですよ。だからじゃあ10時からなんだか委員会会議室ねとか言って、私の自分の勤務がだいたい1時9時で10時過ぎに終わって、そこからじゃあ会議室集合とか言って2時ぐらいになるとね、眠いんですよ。でカクってなりながら、今私ゴンって打っちゃいましたとか言って、何の話してましたっけとか言って、お前寝るなよとか言われながら会議やってました。まあ、そんなわけで、あのだいたい会議が終わって最初の年2年目ぐらいまでは私、鷺沼っていう駅まで、中山っていう日から電車で通ってたので、もう夜中なんで電車ないんですね。でも子供たちと一緒に寝ちゃえっていうことで、子供の布団に潜り込んで、お姉さんも一緒に寝ていいとか言ってこう抱きしめながら寝てたりとかね、まあそういうわけでイチャイチャしながら朝を迎えて、午後からの勤務だと一回帰ってくるね、で朝9時からの勤務だと、あちょっとあのそっちの部屋で記録書いてますからって言って、だいたい9時までなんかどっかでご飯食べて、なんなら朝のご飯一緒につけちゃってね、で松原1って足して朝ご飯も一緒に食べる、だからなんかそんなような生活してましたから、まあ、そもそもその残業って概念緩かったんですよ、うん、でそんな私が一旦仕事辞めました、コーチングの勉強し始めました、
で、いろんな人事の人たちと関わる中で、どうやら他の業界では残業を減らすっていう動きとか、あとこうなんか、業務効率化のようなことが、改革的に行われ始めてるなっていう風は感じてました。でも、保育にはそれは当てはまんないでしょ。だって保育なんて時間外あってなんぼでしょって思ってたんですよ。ずっと思ってました。でですね、保育士コミュニケーション講座を始めました。で、いろんな先生たちと関わりながら、岩谷学園っていうところで、学校法人が母体の中で、保育園部、幼稚園部っていうのがあって、保育園の方の施設長をやることになりました。で、その時に、学園長からね、言われた言葉があって、松原さん、先生たちに新しい風を吹かしてやってくんないかって言われたんですよ。新しい風ですか？何のことかよくわかんないですけど、頑張りますって言って始めました。で、もちろんその業務のやり方だったり、現場にずっぽり入って、なんかこう、現場のことしか見えないっていう風潮、世の中のことなんかどうでもいいんですよ。私は目の前の子供があればっていうね、この風潮の中で、忙しい忙しい、人が足りない人が足りないって言ってるところに対しては、少しずつメスを入れ始めました。で、まあ、ここでだいぶね、改革っていうところで言うと、まず最初の改革が、人がいないんじゃないんですよ。人はいるんです。でも、無駄に使われてるんです。っていうところだったんですよ。これそもそも業務効率化のその1ですね。保育って、そもそも人不足、人数的に人がいるいないっていうその規定の枠があるんですけれども、例えば、0歳児3人に対して職員が1人。はい。で、1歳児、横浜市の場合は、4人に対して1人。で、2歳児、横浜は当時、6人に対して1人っていう形で職員がつくんですけれども、まずまずこの時点で先生たちがよく言ってたのが、人が足りないんですっていうあれなんですね。で、まあ私も多分現場にいた時はそう思ってたんですけれども、でもこの人が足りないんですっていう言葉すごい不思議なんですけどね。じゃあ大変ですね。フォロー入りましょうかって言って、フォローに入ったところで何が起こるかっていうと楽にならないんですよ。で、大変ですねって言って人が入ったとしても、入ったら入っただけ大変になるんですよ。これマジックですよね。で、規定の人数っていうのがいて、もちろん、例えば1歳児が12人いたとしたら、職員は4人必要なんですけれども、普通に考えてくださいね。お家に帰ったら、子供たち1人につき、お父さんお母さんは、おそらく1人ずついますよね。で、1人ずつのお父さんお母さんが1人の子供を見ていて、それでも忙しいって言ってますね。仕事して帰って、家事やって何やって忙しいって言ってますよね。で、それが12人集まるわけですよ。12人集まって、それを3対1で見るんですから、この濃度の違いわかります？わかりますよね。はい。普通に考えて、人が全力で全てのことをやるっていうふうに考えたら、圧倒的に人は足りないように設定されてるんですよ。ただ、保育っていうのは、全身全霊で子供たちに関わりなさいっていうふうにはなっていません。保育のプロっていうのは、子供たちのことを見極めた上で、必要な関わりをしましょうっていうふうになってるので、人数がたくさんいればいいっていうものじゃないんですよ。むしろ、限られた人数の規定の中で、どれだけクオリティの高い目線で、子供一人一人のことを見て、全部やってあげるのが保育じゃないんです。この子供がやりたいと思ってることがあったら、その気持ちを汲んで見守るのも保育。で、できたら、すごいね、やったねって、次何やりたいのかなっていうのを見守りながら、やりたいをサポートして、できるを増やしていくのが保育なんですね。じゃあこのために必要なのは人数かっていうと人数じゃないんですよ。むしろ見る目と場を読むっていうことと、あとは
この少数精鋭の先生たちの中でいかにコミュニケーションをとって必要な動きをお互いが分担してやるかっていうところなんですね。なのである時、最初は私施設長として現場に入りましたけれども、まだ先生たちと信頼関係が最初は築けていなかったので、なのでなるべくだったらこう私のこと知ってほしいし嫌われたくないし、だしできればちょっと媚び売りたいっていう気持ちもありました。お恥ずかしながらね、ダサいですよね。まあでもダサいんですけれども、それが当時は私は必死だったんですね。でこれいろんな主任さんとお話ししても、私もつい現場の機嫌取っちゃってましたっておっしゃる方いらっしゃるんですけれども、そうなんですよね。みんな現場を手伝いたいって気持ちと嫌われたくないって気持ちとね、両方あって、この辺でちょっとこうなんとなく現場に寄っていくような感じの動きになってるところがあると思うんですけれども、だからといってあなたが入ったからって現場は楽になるんでしょうか。現場は育つんでしょうか。育ちません。あなたが入ったらあなたの力量の分だけその瞬間は保育は楽になるでしょう。でもあなたが抜けたら何が起こりますか。いなくなったから大変なんです、先生がいないから大変なんです。嘘嘘、そんなわけないです。だってそこに立ってるのは優秀な保育士たちなんですよ。主任がいないから保育ができないような情けない保育者じゃないはずなんですよ。もっとプライド持って仕事しなさいっていう話です。じゃあどうしたらいいと思う。穴埋めとかフォローとか言って瞬間的に媚びを振る、瞬間的に潤いをもたらすために施設長やフォローや主任はいるわけじゃありません、はい、そうではなくてこの人たちの見る力を養うとか力を引き出す、そのためにどう関わることができるのかっていうふうに切り替えていかないと、永遠に施設長として入った人が施設長として引いて職員を育てることもできなければ、主任が主任としての仕事をするために一歩引いて職員を立たせていくこともできなければ、ボローとして入った人がボローとしての役割で報われることはなくなってしまいます、はい、じゃあそのためには何が必要かっていうと、足りないんじゃないんだよってこと、そこをどうやるかがあなたたちの力量なんだよ。で、何ができますか、どんな工夫ができますか、何が大変なんですか、どうしたらいいんですかっていうのをみんなで考えるっていうことをまずはしました、はい、でやっていく中で大変大変って言いながらね、これもこの間もリーダー向けの育成研修会でみんなで話してたんですけどもね、大変って言ってる人の顔を見てごらんと、顔を見てその人が持ってる力の何割を発揮しているように見えますかって聞いたんです、ね、これ聞いたらそこに参加してた20人ぐらいの先生たちみんなが6割か7割だって言ったんですよ。 100% 力を発揮してて助けてくださいできないんですって言ってるようには見えませんって言いました、ね、そうなんですね。力を持て余してる、あるいは使いどころがなくてうまく生かしきれてないっていうふうに感じてる職員が多すぎるんですよ、ね、でそれ自分では必死なつもりでも人からは見えるんです。で私面談でこんなこと言いました。先生はねすごくたくさん力を持ってるよ、全体を見る力もあるし起点を聞かせて自分で臨機応変に対応することもできるし、ハートもあったかいしこういうこともできるよね、だけど先生力を出し惜しみしてるねって。え、してませんよ。必死です、私いつも。ごめんね。本当のこと言っていい？ 6 割しか使ってないように見えるよ。ってなりました。え、どこが6割なんですか？私、すごい一生懸命やってるのにって。じゃあ、どこが6割だと思う？もしだよ。もし仮に6割に見えるとしたら、あと4割何があると思う？ちょっと考えてみて。言って考えてもらいました。これ直感です。6割って思ったのはその人がまだまだ緩い感じで仕事してるように見えたからです。だから
その割合を数字にして例えた時に私は6割だって思いました。はい、そしたらその先生はね、確かにちょっと余裕がある時になんかできることあるのに喋ってしまったりしてるところですかね。あ、なるほどね。あるよね、そういう時ね。ありますね、確かに。他には？他にはですか？いやー、どうかな。わかんないです。じゃあ私から見て気づいたところ言ってもいい？先生は自分がやった方が早いと思って何でも動いてやってくれてるけども、本当は先生は新人さんを育てる力がある人だよ。この新人さんが動けるようになるために一歩引いて指導する力隠してない？え、そんなの隠してませんよ。私育成とか苦手なんです。そうかな。だって先生、子供のことを見ることできてるでしょ。子供の力を引き出すことができるんだから、新人さんのことを育てることもできるはずだよね。なんでやらないの？それは、そうね、それは何だろうね。だって自分がやった方が早いんですもん。そうだよね。でもあなたがやってる限り新人さん育つかな？育ちませんね。そうね。じゃあどうしよっか。どうしよう。じゃあゆっくりでいいからさ、って一個ずつ任せて育てていってみようよ。そしたらあなたも楽になるよ。でクラスも循環して人が育っていいチームが組めるようになるよ。まずやってみません、それっていう形でやり取りをし始めました。でそしたらその先生はそれまで最前線のプレイヤーとして結構活躍をしていたけれども、その分他の人の出番を奪っちゃう人だったんです。で奪うのをくっとこらえるようになりましたっていうのも、私が見て、あ、先生それ今奪ってる奪ってるって こっそりこう陰で、あ、ってこうやってささやいてたんですね。さあ、え、今ですかってなって、でこう、やってみてククって言いながらやるようになっていった。でそうすると若い子が育ってくると必然的にその先生の時間が余るんですよ。この余った時間で何ができるようになったかっていうと、ちょっと抜けさせてもらって記録書かせてもらっていいかな、別案なんだけどねって言って新人さんに保育お願いして、ちょっと外れて例えば非常勤の先生にフォローに入ってもらってる間に記録を書けるようになった。そしたら戻ってみたらちょっとゆとりが持てるようになってきたって言って、ゆとりがあると笑顔が広がるので、いろんなところでいい循環が生まれるようになってきた。でそんな風に業務って当たり前だし、これ以上を減らすことができない思い込んでいるうちはできないんですよ、業務効率化っていうのは。けれども減らすんだとか、この枠組みを見直そうっていうふうに思った時がスタートで、何が自分を捉えているんだろう、あるいは自分は何にとらわれているんだろう、一日の業務の中で何を自分が普段しているのかっていうのを考えてみるといいんですね。はい、で業務効率化っていうところの私たちがすごく大きく変わるきっかけになったのは、実はその次2番目に来るところで、それは何かっていうと、私たち母体が学校方針だったので、学校方針の中で残業の規定とかいろんな監査が国から入ったりした時に忠告が入るんですよ。で注意が入る。サブロック協定っていうのがあって、残業時間に厳しくチェックが入って、でそれでやっぱり厳罰なね注意を受けることがあるよっていうところで、学園全体で残業を減らしていかなくてはいけないよっていう通達が出ました。でだいぶ私たち言い逃れをしてね、いやーとは言っても仕事が終わんないんですよって言ってたんですけど、なんですけれども、あ、しょうがないなって、しょうがないからじゃあやろうかなってなってですね、まずは時間を書き出すことから、1週間そのある人が出勤してから退勤するまで、そしてお家に帰って寝るまでの業
業務の内容を書き出していくっていう、こう、宿題が出ました。はい。朝出勤して、例えば、早番で出勤して、まあ、7時半からスタートなんですけれどもね。ある先生は、6時45分から出勤して、洗濯とか掃除とかの、お洗濯機回した後に、ちょっとだけ書類をやって、で、10分、15分ぐらいから鍵を開けて、掃除をして、7時半からの受け入れをしてました。で、まあ、例えばその後、保育をしている間も、子供の保育に最前線で入っている時と、あとは、寝かしつけをして連絡ノート書いている時、あるいは、そうですね、打ち合わせをしている時間帯、で、あとは子供の検温をしている、で、4時半で一応、朝の早番終わるんですけれども、なんだかんだ、残って仕事している時間帯があるんですよ。これまではそこちょろまかしてたんですけど、ちょろまかしが効かなくなりました。なので、もう観念して、じゃあみんな書こうねって、正直に書こうかって言って書き出しました。4時半に終わった後、はい、なんだかんだ言って5時過ぎまで非常勤の先生たちと喋ってました。で、5時に事務所に戻ってきました。おやつを食べながら情報交換をしました。で、それから記録を書いて6時半。で、帰り道、着替えながらいろいろ情報交換をしたりって言って書いたの7時だったんですよ、その先生は。ね。ってなって、じゃあ7時まで、あら、結構これ残ってたねっていう風になって、で、しかもお家に帰ってから。いやー、実は記録終わらなくて、喋ってたら時間が経っちゃったので、終わんなかった分家で2時間記録書いてました。ってなった時に、家での残業時間が2時間。ね、ある先生はなんか、幼稚園に勤めてた頃はね、終電で帰って朝4時まで作り物してまた6時に出勤してたっていう過酷なことを言ってましたけれども、そこまではいかないですけれども、結果的に割とこうやってしまってる実態が出てきちゃったんですよ。で、これもうしょうがないねって、じゃあ私たちもやろうかってなって、私も施設長をやっている中で、まあ私当時は7時半に出勤をして、で、だいたい6時7時そうですね、ちょっとお弁当買いに行っちゃったりするとね、8時とかまでちょろっと行っちゃったりするんですよ。で、そうすると12時間超えの労働になってしまいましてね。で、これブラック企業だよって、ね、これなんとかしないといけないよねって、どういうふうに改善するのかみんなで話し合ってくださいって言われて、で、こういう通達が来たんだけどみんなどうしようかっていうことで、職員会議でもみんなで話し合ったんですね。で、残業、しょうがないですよ。だって保育なんて子供がいるんですもん。シフトの間中ずっと子供がいるんだから、業務効率化なんかできないですよ。残業があってなんぼじゃないですかって結構みんな言ってたんですね。でも、なんかね、ある一人すごくね、仕事が早い先生がいたんですよ。だいたい8時に来たら5時過ぎに帰ります。うん、で、早番できたら早番で上がって、で、なんかその後に、千葉の幕張かどっかでやってる外国人のアーティストさんのコンサートに行くとか言ってね、行っちゃったりとか、なんかこういい具合に仕事片付けてオーストラリアに旅行に行っちゃったりとか、で、なんかそういうね、自分がいない時はちゃんと根回しして、で、こうしっかり時間を作って、関係する人に伝えていって、やることをやった上で遊びに行くんですよ。で、行って帰ってきたらちゃんと、仕事そこから続きができるっていう先生がいて、ちょっと待って、なんでこの人は残業時間少ないのかねっていう話になったんですよ。残業の時間の少ない短い人と残業が多い人がいます。同じ職場で同じことやっていてリーダーでした。なんでこれこうなっちゃってるっていう話になったんですね。で、まあ一つにはその先生がすごく要領が良かったこと、頭が良かったこと、あとちょっぴりずるかったことが挙げられました。で、まあ、あの先生だからねっていうのはあったんですけれども、でもあの先生にできてみんなにできないわけないよねって。ちょっと待って、冷静に考えて、みんな残業好きって聞いたんですね。そしたら、いやーしょうがないからやってますけど、別に残業代つくわけじゃないですし、できればやりたくないですよね、っていう感じになったんですね。じゃあ、もうみんなでそのことを
残業減らそうか、ね、学園からも言われてるし、ちょっとなんとか考えようよっていうことになってですね、その早く帰る先生がいたんですけれども、その先生にちょっとねいいこと考えたんですよ。先生ちょっといいですかって言って、実はお願いがあるんです。先生ね、いつもこうすごく早く仕事を上がって帰ったり、でも記録もちゃんと手抜かないでやってるし、だからといって遊ぶこともちゃんと遊んでいて炎上してますよねって、その秘訣をね教えてほしいんですよって、 まずちょっと聞かせてもらいました。私別に何もやってませんけど。いやいや、やってないわけないから。だってみんなと明らかに残業の時間違いましたでしょ。何があったんでしょうね。前もってスケジュール立てるとかですかね。前もってスケジュール立てるってどういうことです？いや、例えばいかにも行事の時期って忙しいじゃないですか。でもその行事になる前の時期から、つまり暇な時期ってあるじゃないですか。その時期に作るものを考えておいたりとか、子供たちの様子を見てこの時期になったらこれしようとか、あと例えば発表会の踊りとかも直前で忙しくなるのは目に見えてるので、遊びの中でちょっとずつこういう動きを取り入れていったりとかっていうふうに、結構長いスパンで考えて順番にやっていくから、そんなに負担がかからないのかなって思っていますよ。なるほどねって、で他にはって言っていっぱい聞かせてもらってる中で、やっぱりそのメリハリをつけるっていうんですかね、やるならやる、やらないならやらない、あと隙間時間の活用、15分空いてる、喋って終わるのか、15分間で会議の議事録を詰めてしまうのかとか、反省、行事の反省ってね忘れちゃいますでしょう、あれめんどくさいんですよ、思い出すの。そしたらその日のうちに産業でも書き残しておいてすぐに送ってしまう、ためないっていうこととかとか、いろいろあったんですけれども、みんなでね、それを職員会議でその先生を業務効率化隊長に任命して話してもらいました。でみんなで考えました。何ならできるんだろうか、ね、あの先生だからできるっていうのは言い訳だよね。その言い訳じゃなくて、できることを具体的に考えよう。愚痴を言ってもしょうがないから、愚痴言っても残業代出るわけじゃないでしょう。だったらできることを見つけていって、みんなで早く帰れるように仕組み作りましょうって言って考えていく中で出てきたのが、抜ける時間を作るっていうことだったんですよ。抜ける時間を作る、何のことかっていうと、これは一番最初の、その人がいればいるだけ保育が緩くなってしまったり、こういればいるだけ大変になってしまう、人がいても楽にならないっていうお話のところにもつながるんですけども、これ人がたくさんいたら、例えば3人でいいところに4人いたら1人抜けられるはずなんですよ。例えば朝の時間帯9時まで人が手厚いとしますよね。あるいは、そうですね、早番から遅番に変わる中で遅番フォローの先生が11時までいるとします。でこの11時までの先生が、30分かぶるんですよ、遅番できた10時半の先生と。でこの30分間で抜けて仕事ができる人を作っていく。で遅番の先生がいるクラスは特にそういうことができるので、じゃあこのクラスは30分間誰々先生が抜けて何ができますよとか、あとは午睡の時間も、午睡のブレスチェックっていうのをするのは大体1人でよかったりするので、その間担当の先生が抜けて作り物をしたり話をしたりっていうところと、それ話をする時間も30分なら30分って決めてました。で決めて終わって帰ってきたら、先生ありがとうございましたって、私お時間もらったので次先生30分どうぞって言って、抜けて仕事をしてもらう時間を作ったんですね。でそういうふうにしていく中で、人の数は一緒なんですけれども、見れる力をつけることによって余分な保育要員がいらなくなりました。余分な保育要員がいらないことによって、抜けて仕事をする、書類仕事に集中する時間ができたっていうことですね。はい、で結構この書類って保育の中で重大な比率を占めているもので、特に今はですね、
昔みたいにその日々の子供のことだけをやってればいいっていうところプラスヒヤリハット、例えば子供を見ている中でうわって危ない、ちょっとした怪我で済んだけどこれもっと深く転んでいたら頭にこうもっとねめり込むような傷ができるところだったとか、流血状態になるところだったとか、あとはちょっと目を離した隙に髪跡がついてしまったけれども、軽くて済んだ、なぜ軽く済んだのか、なぜそれが起こったのか、どうしたらよかったのかっていう対応策までを書式に書き出して、でそれを毎日職場内で共有をしていく。でこれ共有をすることによって、ああそういうことあるんだ、じゃあ私も気をつけなくっちゃってみんなが思って事故の種を減らしていくっていうことですね。これができるようになると結果的に子どもの怪我とかが減っていくのでいいっていうことはあるんですけれども、一方で書くこと自体が結構負担になってきてしまう。特に0歳の子どものつまずきのヒヤリハットって結構多いんですね。もうゼロちゃんはよろよろしながら捕まり立ちして立てたーゴーンっていうのが日常だったりしますし、あと自分でやりたいっていう気持ちがすごい強かったり、お友達のものが人の芝生は蜜の味っていう感じがあったりしますから、そういう中で日々あるんですけども、ある先生が言ってました。ヒヤリハットだらけで書類が書けませんって子供を見るのとヒヤリハットどっちが大事なんですかって言ってました。どっちも大事です。どっちも大事なんですけど、でも普段の仕事プラスアルファでヒヤリハットが出てくるとまたそれはそれで大変なんですよ。だからじゃあヒヤリハットを書くのにちょっとだけ抜けさせてもらいますって、抜ける人をね順番にチームの中で作っていく、例えば夕方の時間子供が帰り始めて人が減ってきたら、そういう減ってきた子供の分だけ見る人、保育者の数が少なくても済むはずなんですね。そしたら子供が減ったので先生抜けてきていいですよって言って、リーダーさんからちょっとこう指揮を取って回してあげる。例えばじゃあ私だけに抜けさせてもらうんで帰ってきたら先生行ってきてください、でみんなで平等にその抜ける時間を回していくようにする。それができるようになるとお互いにありがとうございますって、お時間いただきましたっていうのが、ね、感謝として循環していくので、お互いを支え合うような風土もできてきますし、この30分の中でおやつを食べても30分で、反省を2つ書いても30分、子どもの記録を1個書いても30分、あるいはいろいろ保育の情報誌を読んでアイデアを膨らますのも30分。で、この30分をどう使うかって頭を使うんです。頭を使って時間を有効に活用するっていうことができるようになってくるので、ちょっとした隙間時間もお互いに使えるようになりました。で、そうなると残業する時間がぐーっと減ってきて、で、みんな自然にあっさり帰るようになりました。例えば、他の先生がまだ仕事を先輩がしていても、お疲れ様です。お先に失礼しますって言って気持ちよく帰れるようになりました。だって、シフト制なんですから。早番の先生は早く来てるんですから、早く帰ったっていいですよね。で、普通番の先生は普通番の業務が終わって、お掃除まで終わったら帰ってもいいですよね。だって、遅番の先生いるんですから。そのために遅番の先生雇ってるんですから、そこで任務を託してちゃんと上がっていく、このメリハリをつけていくっていうことも実は大切なことです。残っていてもいいですよ、好きだったら。でもそれはもしかしたら全体の士気を下げてしまうことにもなるかもしれません。これをご覧くださっているあなたはもしかしたら園の中で重大な役割を担っている立場の方ではないでしょうか。もしあなたが帰らないで残って仕事をしている姿を後輩さんが見たら、後輩さんは気持ちよく帰れるでしょうか。ちょっと帰りにくくなりませんか、ね、いいのよいいのよ、帰って帰って、私は自分がやりたくてやってるだけだから、自分がやりたくてやってるだけだからって言われるんですけどね、先輩が残ってやっていくのに、私はもっとペーペーなのに残ってやらなきゃいけないような身分にもかかわらず帰るって、すごい言いにくい。言いにくいよ。いや、
私もちょっとだけ仕事してきますって言って、なんかこうチラッチラッて先輩の様子見ながら、あ、もうちょっとかな、あ、もう一つだけって言って、先輩が席を立った時に一緒に、あ、じゃあ私もそろそろ帰りますって言ってる人いませんか、ね、後輩にそういう思いさせちゃダメですよ、ね、リーダーだったり先輩だったりしたら、まず自分が気持ちよく帰る背中を見せてあげてください。そして後輩さんも帰っていいんだなっていうのを肌で感じられるような風土をぜひ作ってあげてください。ましてや主任だと特にです、ね、主任が残ってずっと仕事してるのに帰っていいよって帰れるわけないじゃないですか、ね、でもちろんあの主任はたくさん仕事があるので、あ、すいませんお先に失礼しますって帰っていくんですけれども、そんな主任の姿を見て若い人や後輩さんは主任というものへのイメージをどう抱くでしょうか。主任になりたいなって思う気持ちが育つでしょうか。それとも主任になると仕事が大変で終わらない、だから私は主任にだけは絶対になりたくない、ああ出世しなくてもいいやって思うことありませんか。どっちでしょうね。もしもあなたが引退するときに主任とかリーダーになり手がいないとしたら、そういう素敵な背中を後輩に見せてないからっていうこともあるかもしれませんよ。で、まず主任さんは、はい、業務効率化のためにできること、その1、はい、1フォローにならないってことです。クラスのフォローに入るのが主任の仕事ではありません。もしもクラスを持っていて主任もしているのであれば、自分のクラスプラス他のクラスのフォローや、ちょっと様子を見る、声をかける。けれども、あくまで主役はクラスですもんね。そこを育てていくっていう気持ちを持つ上で、主任の仕事に集中してください。主任にしかできない仕事があるはずです。そこをやってください。で、なるべくあっさり帰る姿を見せてください。そうすると、ああ、先生、あんなにいっぱい仕事があるのに、さすができる女は早いな。できる男は早いな。私もああなりたい。どうしたらできるんだろう。もううだうだ悩んでないで、まさに記録書いてしまおう。とかね。メリハリつけてやろう。っていうふうに、先輩の後ろ姿を見て、若手は育っていきます。ぜひ、素敵な仕事姿、後ろ姿を見せてあげてください。はい。そんなわけで、私たちのところの主任さんは、会議があるときは6時半ぐらいまでいましたけれども、基本的には5時半には帰ってましたかね。5時までやってですね。で、あとはまあ各クラス持ってましたので、それぞれ情報交換をしたりはしてましたけれども、基本的にあっさり帰ってました。はい。で、私も施設長ですけれども、朝7時半に出勤をして、6時には帰ってました。はい。まあ私もね、だらだらいると言ってしまうんですよ。基本的に残業大好きなタイプなので。残業してるとね、アドレナリンが出るんです。自分やってるぞっていう気持ちだったり、おっしゃーファイト一発っていうような気持ちが出てきちゃってね。で、こうワクワクして、まだやってなかったけど、あれもやっちゃおうかなとか言ってやり始めちゃうと、仕事してる自分に酔い始めるんですよ。私は頑張ってるっていう気持ちになっちゃうんですけど、幻想です。確かに仕事はしてますが、効率は下がると思います。だから、効率よく仕事するためにも、本当に自分がするべき仕事は何か、いつまでにやるべきか、何をするべきか、あるいは自分がしなくてもいい仕事は何か、任せていける仕事は何か、誰に任せるのか、どう育てるのか、っていうふうに、軸になる部分を握って、メンバーを生かす意味で組織づくりをしていく。で、メンバーの力を引き出す意味で、最前線でやるばっかじゃなくて、ちょっと引いてみて、工夫してみてっていう視点を作っていくっていうこともすごく大事なことかなと思っています。はい。で、あとね、すごく大事なことだと思うんですけれども、残業の沼に足を引っ張り合わない。これね、保育の業界の悪しき風習でもあると思うんですけど、私がこんなに大変な思いしてるのに、先に帰るなんて許せないっていうあれですね。帰ったらいいんですよ。帰ったら。うん。足引っ張ったってあなたも幸せになれませんから。ね。不幸な人増やしてどうするんですか。そういうふうに自分がもしも、くそ、悔しい、巻き添え食わせてやるって思ってる気持ちになってしまった時には、てへって、あ、
私今ちょっと今ブラックになっちゃったぞって反省してください。はい、ブラックな部分ね、みんな持ってるんですよ。でもよくありません。自分の天使の部分にキラッ光を当ててあげてください。光を当てて、ああいいな、早く帰るんだ、ああ私こんなに仕事あるのに帰っちゃうんだ、バカ私の悪魔、違うでしょって、そういうふうに思う自分もいるけど、でも後輩が早く帰れるってことは、それだけいい空気を私が作ってるってことじゃない。気持ちよく帰らせてあげたら、お疲れ様でした、遊んできてねって、楽しんできてねとか、明日も元気に出勤してねって。で、ああって思ったら時計見てね。あ、じゃあ私も帰ろう。今日必要なのはどこまでなのか。今本当に必要なのは何なのか。で、必要じゃないことは何なのかを見極める。そういう習慣を自分自身もつけて、ね、みんなで一緒に業務効率化を図り、保育の仕事量を減らし、やっていきましょう。で、具体的な内容としてはですね、書類もどこまで本当に必要なのか、書くとしても必要な項目は何なのか、長々書かなきゃいけないのか、3行でいいのか、必要な3項目だけでいいのか、とかっていうところを絞り込んで整理をしていった方がいいですね。はい。で、そうですね、行事について、行事の本来の目的をみんなでもう一回話し合ってみるといいですね。例えば運動会、今までこんなに盛大にやってきて、保護者からの評判も良くて、卒園時からもこういうふうに言われてって言って、これがうちの園の運動会よって思ってみんなですごい頑張ってるとしますよね。けれども、何のため、何のための運動会なんですか、主役は誰ですか、子供ですよね、子供にどんな風になってほしいんですか、その機会を通じてどうなってもらうための運動会なんですかっていうのを、ここ例年通りっていうのを一旦横に置いて、本来の目的に立ち返る話し合いを職員会議でしてみてください。そもそも何のために、ゴールは何、そのために必要なことは何、じゃあいらないことは何。これまでの歴史はもちろん大事ですけれども、社会は変化しています。そういう中で古いものにしがみつくのではなく、いいものを生かしながら新しい流れに沿って基本に立ち返る。もしかしたら基本の周りにいろんなゴテゴテしたものがついてしまって、こっちが重たくなってしまっていることはありませんか。たまにすっきりさせるためにそぎ落とすっていうこと、磨いていくってことも必要かもしれませんよ。ね。そしたら、いや、固定体はいらないわ、っていう話になるかもしれませんし、作り物も、ね、もしかしたら、ここまでしなくてもいいかもしれない。運動会の時間も長い時間取っていたけれども、縮小することも必要かもしれない。そんな風にして、行事も意義から見直していく。で、書類っていうところで言うと、私たち話し合って結果、結局監査で必要な書類以外はそんなに大事じゃないんじゃないかっていうね、結論に至ったんですよ。でも結果的にヒヤリハットもアレルギー の報告書もね、事故報告書もいりますし、ブレスチェックもいりますし、どれもこれもいりますよね。で、いるものだけグッと握って、それ以外は口頭でみんなでチームで共有して話し合って今に生かしていくことが大事。記録を書くことが目的じゃなくて、保育がより良くなることが目的のはずなんです。なので、業務を必要最小限にして、そのために何ができるかをみんなで出し合う。例えば、会議の、ね、回数減らすっていう話もありますけれども、そもそも会議自体も、連絡事項を紙で配るだけでいい会議ってありますよね。人が寝てるような、何にも喋らないような会議。ああいう会議は、項目削除したらいいですよね。だって聞くだけでいいなら読めばいい話ですから。でも本当にそこにいる人全員の意見が必要で、あなたが必要なんですよっていう会議が催されるのであれば、事前に目的を共有して意見をまとめておいてもらって、当日意見交換をして決める、それだけに
決めてったらいいんじゃないですか。で、みんなで見ていくっていうのは大事ですけれども、みんなで見ていくためにそれぞれができることもあるかもしれませんよね。で、そんな風にして拘束の時間を減らしていく、はい、とかいう風にしてできることを減らしていくようにするといいかもしれませんね、はい、自分の職場に置き換えてみるとどんなことができるでしょう。まず早く帰るの喜び合う、業務を軽くするの喜び合う、その分リフレッシュしていい状態で保育をする、ちゃんと睡眠をとる。これから冬の時期になるので風邪ひいたりね、感染症をもらってしまうことも増えてくると思うんですよ。でもそういう時にちゃんと睡眠とれてれば、ちゃんとリフレッシュできていれば、まあ、遊びすぎは要注意ですけどね、はい、そしたら多分すぐに自分のペースを取り戻して子供からもらわずに保育に専念することができると思います、うん、またあとはご家族のね状況によってもシフトにいろんな影響出ることありますよね。息子さんが熱が出た、ご家族が倒れてしまった、でそうなった時にもいっぱいいっぱいでもうでこれしか人がいませんっていうふうに保育をしていると補うことができなくなってしまうんですけれども、みんなで日々30分ずつ抜ける時間を取っていたり、例えば人をね入れることができて、あるいはパートさん雇うことができましたよ、ね、あるところではやっぱり園長先生が全て背負い込んでしまって倒れそうになってしまった、もうこれでは現場もあるし自分がもう潰れてしまうので限界ですってなった時に、売り上げが下がる、収益が下がるのを覚悟で一人保育要員を採用して現場に入れたそうです。で、必要な時以外はその人が全部園長先生の代わりに保育を全部やる、園長先生は極力書類とか手続き関係全部やるって言って現場から退きました。そしたら園長先生もすごくいい状態で保育ができるようになって、この人もいいチームワークを築けるようになって、でもし他の人が倒れた時には園長先生が入ってここに受けるとか違うところに入るとか、なんかそんなような感じで瞬間を回せるようになったそうなんです。で、大事なのはどうやったらできるだろうか、これがあったらできるんだろうか、工夫するってことです、ね、注意するのは人がいればいいってもんじゃないってことです。人を育てます。人が活躍できるような状態をみんなで作る。で、抜けることを罪悪感だと思わない。抜けることは抜けても仕事があるんですから、ね、お互いが抜けやすいような時間を作ってあげる。お互いが仕事がやりやすくなるように配慮してあげる、ね、こういうふうに足の引っ張り合いではなくて、お互いが良くなるために何ができるかっていうのを考えていくことが園全体の業務効率化のためにできることになるのではないでしょうか。ということで、梅チャンネル業務効率化のためにできることでした。例えば新人さんでも中堅さんでもベテランさんでも、それぞれの自分の立ち位置でできることがあると思います。何からできるかなって、普段の仕事を見つめ直す時間を取ってみてください。今日もお付き合いありがとうございました。